イスポーツ専門局アナリストのベン・バーランダー氏は、37号ホームランに対し、ははは、当然のように翔平大谷が完封勝利から、数時間後にホームランを打った。これが史上最高の野球選手ですと反応。二発目を放った際には1安打完封勝利、&1日で2本塁打。翔平大谷の球史に残る最高の一日だと驚愕していた。息を吐くように史上初や一世紀、半世紀ぶりの偉業をやってのける。野球漫画を超えている、神様仏様大谷様だ。軽く散歩でもするかのように次々と偉業を成し遂げる。想像を超えてくる超人。わい毎回歴史の目撃者やわ。7月28日は大谷の日ということで祝日にしろ。投手成績がトップ10に入りながらホームランランキングで2位か20本以上差をつける選手なんて普通は考えられない。もう大谷が何をしても驚かない、と何度心に誓ったことか。今日も驚かされてしまった。歴史に残る一日というけれど、これからもまだまだ新しいことを見せてくれそうなので、驚きは途中のような気がする。漫画やアニメのフィクションでさえ、嘘くさくて書けないようなことを、現実でやってしまうんだからすごい。いくらなんでもという想像もできないことをしてしまう。未来ではこのことを話しても嘘つけって言われるらしい。さすがにここまで来ると、怖いって言葉が出てくる。大谷翔平マジ人間じゃねえ。まあ他史上初達成してる。リビングレジェンドってこういう人のこと言うんだな。いろいろおかしいこの記録。昨今の109交代も相まって、二度と破られることのない、そして比べられることのない記録になりそう。これぞまさに生きる伝説。史上初っていうか想像もしたことないわ。一人だけマイライフしてる。